反乱の罪で、公主刑に処せられようとしている、リチャード・パーカー。リチャード・パーカーは、イギリス海軍の水兵であり、1797年に、イギリスのノア博地で発生した、大規模な反乱の首謀者。公主刑に処せられた。パーカーは繁盛しているパン屋の息子として1767年4月16日に、エクセターに生まれ、1779年に公開死の見習いとなった。 1782年から1793年まで、主に地中海やインド方面で、イギリス海軍の各種の船に勤務し、階級も公開史上主となり、一時的に士官心得となるまでになった。しかし軍艦、アシュアランスで勤務した時、正規の士官からそそのかされた、ささやかな犯行を密告され、1793年12月に、軍法会議にかけられた。 その結果、彼は水兵に降格され、1794年11月に海軍を除退した。彼はエクセターに戻り、妻のアンと暮らすようになったが、その後1797年前半に、不債のためにエディンバラで投獄された。入国3週間後、彼は釈放と引き換えに報奨金20ポンドを受け取って海軍に再入隊したが、その絶望は、 シアネスの乗船ポイントに行く途中で海に身を投げて自殺しようとしたほど深いものだった。北海艦隊の基地の一つであるノアでパーカーは軍艦サンドウィッチに配属された。サンドウィッチは当時汚くて過密な点で最悪の軍艦の一つと広く考えられていた。サンドウィッチ艦上でノアの反乱が起こったのは5月12日のことである。パーカーは その組織下には関与していなかったが、すぐに反乱の委員会から参加を壊れ、そしてその抜きんでた知性と教育、それに虐げられた水平への共感によって、ほどなくその代表者に任命された。反乱の指揮に関して、パーカーの成し得る役割は限られたものであり、代表者としての役目は主に象徴的なもので、団結と指揮の維持のために代表団のボートを連ねて、 反乱を起こした軍艦の間を練ってゆくというようなことであった。反乱の混沌とした性質と持たされた権限の不明確さにもかかわらず、パーカーは6月2日、スループ、ハウンドガノアに到着して、反乱の代表者たちがそれに乗り込んだ時、その指導力を発揮した。はじめ、ハウンドの乗組員と艦長は反乱者代表に激しく抵抗したが、 パーカーが登場して、反乱の正当性と威厳を示すことで、艦長は基準し、反乱に加わることを余儀なくされた。反乱者によるテムズ川の封鎖の間は、パーカーの署名のある通行証を持っている船だけが、停止や捜索を受けることなく、通過を許されていた。6月6日、パーカーは、委員会とノーセスク教徒の会合を召集し、今日に西岸書と、 最後通告を手渡した。それには、反乱側の要求が54時間以内に受け入れられるべきこと、さもなければ、艦隊は彼らの死愛なる国民が驚くような行動に出るであろうことが警告されていた。高まりゆく緊張はいくつかの艦での反乱の放棄を招いた。委員会の急進派も、反乱の終結を感じ取って海外に逃亡する者が出始めた。 そしてパーカー自身の逃亡も懸念され、拘束したものには500ポンドの報酬が提示された。委員会の提示した最終期限が何の応答もなく経過した6月9日、朝、パーカーは艦隊にてセル島に向けて出港するよう命令した。しかし、出港の信号が上がった時それに応えて動く船はなく、ここに反乱は事実上収束した。 パーカーは6月13日に拘束され、厳重な警護のもとにシアネスに連行された。そして、軍法会議にかけられ、6月30日に盛大な儀式とともにサンドウィッチ勘定で死刑が執行された。国王ジョージ三世紀の希望に反して、パーカーの死体が公に晒されることはなかった。パーカーの妻案は、それまで彼の処刑を防ぐために疲れを知らずに、 働いたが、処刑後、公主代から遺体を引き取ることができた。ありがとうございます。